皆様こんにちは、数学ラブです。順列を数学するの SPI 編で、今回は初級編の問題2番を実際に解いてみましょう。ちなみに私は就職活動中の大学生の方や転職を考えている社会人の方のお役に立てるよう SPI の動画を投稿しています。また学校では習わないようなことも含めた面白数学動画を投稿したり、数学問題解法の豆知識をショート動画として投稿しています。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。問題です。数のようなバーを6人で貸し切り、クラシック音楽鑑賞することにした。問1です。座り方は何通りですか？問2です。また幹事1人の席は決まっているとすると、座り方は何通りですか？問1の答えは2160通りです。ではなぜそうなるかを見ていきましょう。こちらが4席、こちらが4席ということで、全部で8席あります。この中で6人がね、選んで座るということになりますから、4+4、全部で8席ある中から6人座る場所を選んで並べ替えになりますので、 8P の6の計算ですから、 8×7×6×5×4×3 の計算で2160通りとなります。問2の答えは2520通りです。幹事1人の席は決まっているということですので、全部で8席あるうちの1席はもうすでに幹事で埋まっているということになりますから、残りは 4+4-1、 つまり7席から残りの5人ですね、 6-1 人で5人が席を選んで並べ替えということですので、 7P の5の計算をすればいいですから、 7×6×5×4×3 の計算で2520通りとなります。ではまとめです。今回の問題、順列パーミュテーションを使って解くことはできましたか？怪しい、わからないという方は順列についての解説動画も配信していますので、そちらでぜひ確認をしてみてください。円順列とは、回転して同じものは1つとして N 個の順序も考慮するときの総数のことを言います。 N-1P の N-1 で表され、こちらの式で求めることができます。数珠順列とは、回転して同じもの、反転して同じものは1つとして N 個の順序も考慮するときの総数のことを言います。これは先ほどの円順列を2で割ってあげて求めることができます。これらもしっかり頭に入れてくださいね。いかがでしたか？今回は SPI 編順列の初級問題2番を実際に解いていただきました。この動画に対するコメントやご質問、ご意見などもコメント欄から受けたまっておりますので、気軽にお寄せください。X もやってます。そしてこの動画がいいな、面白いなと思われた方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。